皆様ごきげんよう。今日もチューリープリンセスのアカペラフリーライブへようこそいらっしゃいました。今日は昨日に引き続き母のバースデーライブを開催したいと思います。イエーイ今日はね、母の好きな曲をね、またいろいろやろうかなと思うんですけれども、母はね、松田聖子の曲が結構好きで、その中に白いパラソルっていう曲があるんですけれども、こちらもね、すごくね、本当にいい曲で、赤いスイートピーとか、それよりは知ってる人が少ないんじゃないかなと思うんですけれども、とっても清楚で、純粋ないい曲なんですね。で、今日はね、白いパラソルをちょうどね、持ってきているので、そんな気分だったので、歌ってみたいと思います。お願いします。お願いよ、正直な気持ちだけ聞かせて、髪にジャスミンの花、夏のシャワー浴びて、青空はエメラルド、あなたから誘って、そしらぬ顔はないわ、あやふやな人ね、なぎさに白いパラソル、心は砂だけよ、あなたを知りたい、愛の予感、風を切る天気で、さらってもいいのよ、少し影ある瞳、とても素敵だわ、ララ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 ラ。清らかでね、可愛らしくて清楚な名曲だと思いました。ありがとうございました。